はい、ククルクルです。スーパーナゾプヨの第3回をやっていきたいと思います。で、画面がいきなり、ゲームオーバー画面になっとるんですけれども、まあちょっとね、過去2回の反省を生かしまして、まあ、とりあえず予習してます。はい、で、とりあえず前半の動画の前半は予習した状態でやり、で後半はまあ初見でやるみたいな、なんかそんな感じでやるとどういう風になるのかなっていう実験も兼ねております。まあというわけで、予習復習再履修は重要ということでやっていきたいと思います。あ、滑ったかな、この予習復習再履修っていうの。僕昔鳥人間やってまして、まあ、そこの大学生チームがですね、まあ立命館大学なんだけど、がですね、その予習復習再履修っていうパーカーを作って売ったところ、まあバカに、あ、バカバカバカバ、あのバカ売れ、バカバカ売れじゃなくて、めっちゃウケて、あれ結局あれバカ売れなのかな。なんかすごい人気を誇るね、パーカーがねあるんですよ。で、多分ね、毎年のようにね、あれ一般にも向けて販売される時期があると思うんで、ちょっとちょくちょくですね、その立命館大学さんの鳥人間チームのホームページとかなんか見ていただけると、もしかしたら入手できるチャンスが出てくるかもしれないですね。何宣伝するのか知らんけど、まあそんな感じです。じゃあですね、ぷよぷよの方やっていきましょう。アホやん。ですね、こうだったっけな。よいしょ。いや、予習するとこれはこれであんま面白くないね。なんかもうこうやろうみたいな感じなって思うからね。これ結構苦労したのよ。じゃあちょっとどんな感じでミスっていったかちょっと再現するわ。こんな感じで最初、これね、2、3回目かな。はこんな感じでなんか悩んでて、で一番最初はね、こんなことやってたの。でてんって、アホやんみたいな。で、黄色ダメだったら次赤ならいけるんちゃうみたいな。これ動かせんのかな。違う、さっきと何やんこれ。意味ない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 。そうそうそう、このこんな感じ。学習しねえな。何やってんの俺。バカじゃん。黄色どっちやろ。こんなにいかないし。こいつ倒しましょう。はい、めっちゃはずいわ。3、4回同じことやったよね。何回繰り返すのかね。バイオエー。はい、というわけで、これはクリアということで、じゃじゃーんと。シナモンだもんね。もうちょい温度上がってもいいよね、これ。多分。これくらいでいいんちゃう？風味がとっても良くなるね、こちら。で、こいつらクリアしたから、で、こっちいないよね。いないから、多分ボス的なやつがここにいるんだな。騒がしいですけど、って。あんた誰？マンドレイク。なんかいたね、マンドレイクも。なんかまあ、キャラ見るためにこの反応になってしまうんですけど。
ほんと出てくるキャラがね、一つ一つ懐かしくて楽しい。つかマンドレイクってあれでしょ、抜いたらなんか規制発するやつでしょ。なんかすげえ謙虚なんだけど、あ、すげえ、なんか音楽いいよね、すごい音楽いい。クヨすべて消すべし。あー、多分ね、レンスターとかなんか作ってやる感じなのかな。早速わからんよ。またあのグダグダ動画になるねこれ。どうすればいいんだ。多分最後があれ残って黄色で消す感じになるんだろうね、きっとね。だから多分こうしてこうして、あ、違う、最後に、そうそう、この両サイドがこうなる状況を作って、で多分これで締めるんだよ、きっとそうだ。せやから、え、残さないの？あの残さないでしょ？あの真ん中のやつ残さないっていうやつでしょ？多分。で、紫スタートし、どうすんだこれ？連鎖作る感じ？あ、なんか一瞬ビジョン見えたんだけど、あれ分かんなかった。なんやろこれ。あ、紫を置いて、青でサイド消して、紫でもう一回切って、紫を置いて、あー、うん、やりたいことはあるんだけど、それが再現できなかった。うん、あれ、次青だったらここでこう消せばいいやと思ったけど、次紫だもんね。あ、違う、まあ、そんなの関係なく、とにかく音楽がいい。音楽熱すぎやろ。あ、でもこれはこれで結果オーライなんちゃう。あ、ごめんながら、ほんとなんか関西チックな、ま、なんかエセーな喋り方になって、ほんとに申し訳ないけど。あ、クリアできた。来た。やったね。よし、レベルも上がったね。やったー。12匹、同時に消せるし。12匹じゃねえ、12匹。え、これ、普通にやると、あー、なんか、この赤を、あ、これってあれだっけ？赤消えてから落ちてくんだっけ？それとも、え、これでいいんじゃない？あ、これ、あ、ダメ？あ、そっか、そういうこと？あ、12匹以上じゃないんだ。そりゃそうだよね、こんな簡単じゃないよね。そうなると下が消えるから、ここで邪魔するんじゃないかな、きっと。よしあと3問。さあ、この調子でクリアできたらいいな。頑張っていきましょう。3連鎖すべし。3連鎖か。あれがトリガーになって、落ちてきて、あれって赤がトリガーになって、こうやろ、きっとそうだ。オッケー、なんか調子いいよ、今日調子いいよ。あと2問いけるかな。さあ、頑張っていきましょう。い、赤ぷよすべて消すべし。赤ぷよっすか。多分 あれを消すんだろうね。で、緑、そうなると、これ残して、やばい、とにかく音楽がいい、すごく音楽がいい。で、こうしてこうだ。あ、ちょっとこれサンタナ欲しいんだけど、この音楽ほんと好き。
ぷよすべて消すべし、すべて消すべし、すべてすべて、あれ消え、おお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 お、あ、だめ、歌ってる場合じゃない、ついてる、頑張ろう。あ、これなんか野球の応援歌にしたい。え、まあ、とりあえずここ行ってみようか。トントン、赤がそうなんだね、なるほどねとか言っていて全然分かってないんだけど、これ意外とこういうとこ思っちゃう。さっきの繰り返しやね。関係なかった。ちょっとヒント見てみましょう。風船の足元よ、そこか。足元に、いや、これ一回こう言ったよね、こういうこと。自分が、あ、来た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 、よっしゃ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 、やう、クリアした。あ、2回目、これは本当あれだからね、予習とかしてないからね、初見だからね、これちょっと3回目でようやく慣れてきたかもしれない。これでいいの？いいんだよ、きっと。うん、いいです、素晴らしいです。はい、通っていけ、通ってください。さて、これで2面クリアして3面ですね。残り、あー、このあれかな、画面、あ、今ね、録画中にコメントが流れたんですけど、これはどうなんだろう、映るのかな。まあ映っても、まあ、いて、わー懐かしい、飲み屋、飲み、まあ、とりあえず、もう今日は短め、僕の動画にしては短めに15分以内に終わらせるとして、ちょっとこのキャラクターを余った時間で見ていきましょうか。うわ、これとかいたれ、なんて名前だっけ、 なんちゃらデルっぽいけど、この笛もいた、やばい。うん、これなんか可愛かったし、うん、このウィッチもいたし、いや、すげえ懐え、超興奮するんだけど、やば。でも一番興奮するのはノミだよね。こんな複数いたっけ、なんか1匹だけじゃなかった、ノミ。あれかな、1匹だけだとこの画面だと分かりづらいからこんな増殖させてるのかな、それともノミだからたくさんいるよっていうイメージでこんな感じでなのか、それか単に僕の記憶違いで元からたくさんいたか、まあ、どれかだろうね。やば、懐かしい。あ、というわけで、ですね、第3回は、この辺で、終わろうと思います。順調で、なんで、ちょっと、謎ぷよに関しては、うん、ここからまたさらにグダると思うので、ちょっと予習を多めにね、やりつつ、クリアを目指してやっていこうと思います。で、このゲーム自体僕クリアしたことがないというか、買ったことがなくて、ストーリーがどこまでなのかっていうの分かってないんですよ。なのでまあ、この謎ぷよの動画がパートいくつになるかっていうのはちょっと分かりませんし、あと動画の序盤の方にも言ったと思うんですけれども、まあ、謎ぷよの動画は連続して投稿するんじゃなくて、まあ、他の動画の合間にちょっとずつ挟んでいくとか、まあ、そういった方向もね、考えながら、まあ、ちょっと試行錯誤しながら動画を作っていこうかなと思います。まあ、編集はほとんどしないけどな。というわけで、パート3、この辺で終わろうと思います。この動画いいなと思いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ククルクルルルでした。ルーはもう一回多かったね。ククルクルルでした。じゃあ、終わります。バイバイ。